ABC 木原です。よろしくお願いします。市議会の関係でお伺いします。現在開会中の市議会に、市営交通の民営化ですね、地下鉄民営化が出てますし、近々水道の方も訴状に上ると思うんですが、いずれも3分の2の賛成が必要ですね。で、市長が金がねおっしゃるその地域のことだけを考えないでほしいというのはよく理解するんですけど、一方で市会議員というのは市民の利益のために存在するので、彼らが反対するのも一理あると思うんですね。これどう説得していくおつもりですか。いや、もうだから最後は大阪っていうその形を大阪市域で考えるのか、やっぱり将来のことを考えて大阪市域を大阪市域という枠を超えて大阪全体を考えるのか、もうそこが全てですよ。大阪市域のことだけ考えるとなかなか賛成ってことになりにくいでしょうからね。ですから市議会議員もですね、まあ、大阪を良くするということを考えたときに大阪市域内だけでいいのかというところを政治家として公選職としてですね、もう考えてもらうしかないですね。まあ、そういう議論をやって、細かな話というよりも大阪をどう捉えるかもそこにかかってるんじゃないでしょうかね。ただ、まあ、なかなか溝は埋まらない可能性もあると思うんですけども、その時には例えばそのこれまで都構想の時にやってこられたような国を巻き込んだ政治的な駆け引きも含めて通すことをお考えになるでしょうか。いや、まずは議会の皆さんとしっかりと議論するというところが全てですね。だから僕が大阪市長として誕生したというのも、まあ、そういう時代の流れというか、やっぱり知事をやって大阪市長になって市民のことももちろん考えるけれども、市民含めて大阪全体のことを考えてこれから政治行政やっていきましょうよということを訴えかけて、まあ僕が当選させてもらったわけですから、市民の皆さんもね、やっぱりみんな危機感を持ってらっしゃると思いますよ。大阪市のことだけ考えてていいのかと。やっぱり借金も増えてくる、生活保護の受給者も多い、教育ということになれば学力も低迷している、犯罪率も高い、まあ、大阪市内において、いろんな悪い指標がいっぱいある中でね、大阪都構想をやることによって全て解決できるってわけではないですけども、やっぱり第一歩踏み出そうよということに市民の多くの皆さんがなってるからこそ僕が当選したんだし、まあ、先日の朝日新聞の世論調査でも過半数は言ってないですけど 48% もね、多くの方々が都構想賛成と。あれはでもあれは府民でしたっけ、ぐらいですか。ですからあそこぐらいまでの数字になってるっていうのは、特に朝日新聞の世論調査で、まあ、朝日新聞に限らず RDD やるときには僕ら の応援者の人は少ないですからね。衆議院総選挙の時もあれだけ僕を焦らせてくれて、結論が変わったから良かったですけど、朝日新聞の世論調査で僕は大阪市域内あれはこんなんかなと思って、やっぱり蓋開けてみたら違ったのは、まあ、その世論調査答えてくれてる年齢層、固定では持ってる人の年齢層っていうか、そういうところで僕をやっぱり応援してくれていない人も多く含まれてるんでしょうけども、ただそういう状況の中でも 48% まで賛成してくださってるっていうことは、大阪市民の皆さんも市域内のことだけ考えてるんじゃないと思いますね。みんな気づいてるんですよ、やっぱり今までのやり方を一歩踏み出して変えなきゃいけないっていうのはね。だからそれを議会の皆さんに、まあ、真正面からそういう話をして、もうあとは理解してもらうしかないですね。